何をするのかって分かってる人いますか？今から何するか分かる人手挙げて。ありがとうございます。じゃあ手を下ろしてください。じゃあいきなりクイズしましょうかね。今からすること、今からここで何をするのかっていうのを3択ぐらいで言いますね。3択ぐらい。1番、ミスターアタッチがここでみんなのために歌います。一生そばにいるから、おかっちの歌を聴く、それが1番です。2番、おかっちはプロのダンサーだから、今からここでおかっちのダンスショーケースをみんなに披露する、これが2つ目。そして3つ目はみんなで考えたことを入って手を挙げて発表する、子供哲学をする。どれかな？1番歌う、2番ダンス、3番子供哲学。はい、じゃあクイズですね。はい、じゃあ1番、おかっちの歌を聞きたいと思う人。あ、金之助ありがとう。一生そばにいるから、あと歌うな、ちょっと歌ってあげるね。甘いな。はい、じゃあ2番、おかっちのダンスを見たいって人。あ、見たいじゃない、ダンスをするな。あ、手挙げてくれてあげたな。じゃあはい、じゃあ3番、今からここで子供哲学をすると思う人手挙げて。みんなちゃんと分かってるやん。正解です。正解、そう、みんなよく分かってる、正解です。今からここでみんなとゆきちゃん子供哲学すんねん、おかっちと哲学すんねん。な、分かったな。でもな、子供哲学するのは分かったやろ。でも子供哲学って一体何やねんってことや。そうやろ。名前は、名前は、はてる、てる、あ、ムツと、ちゃいい名前、ムツと、おかっち、おかっち、子供哲学って何かって分からんよね、みんな。ね、分かると思う。分かる。あ、俊介分かる。じゃあ俊介ちょっと待って。宇宙飛行士のこと。ありがとう、意見ありがとう。他にある子供哲学って何だろうって分かる人いますか？はい、手を挙げて。あ、じゃあ金之助な。願いな。はい、ありがとう。じゃあ今意見してくれた人、あ、ゆきちゃんも手を挙げてくれてありがとう、ゆきちゃん。お、いろいろ考えたりすること。ありがとう。今意見してくれたみんなに大きな拍手をお願いします。拍手ありがとう。はい、どれも正解です。じゃあ今から子供哲学って何、つまり今からみんながここですることを、ここの小学校の先生に将来なるまいまいさんがみんなに分かりやすくだけじゃない、面白く伝えてくれるから、ちょっとお願いします。はい、子供哲学って何ですか？はい、子供哲学って誰も考えることがないことをこうかなあかなって自分で答えを見つけていくことかなって、正しい間違いもない、そんな答えを見つけていくことやと思います。はい、じゃあ拍手してください。なんか分かった、なんとなく分かった。そうそう、ありがとうね。そんな感じ。あんまり普段考えへんような、例えばなんで髪の毛黒いんかなとかな、ね、なんで僕たちは生きているのかなとか、そもそも大人って何なんだろうとか、お腹空いてる時って人のもの食べたらダメなのかなとか、でもこれ食べないと死んじゃう、でも食べたらあかんのかなとか、あんまり普段考えへんようなことを今ここでね、みんなと一緒に考えてみるのね。考えてみる。で、みんなで考えて、はいって、ね、こういうのに手挙げてるね。手挙げて、自分が思ってることをどんなことでもいいから伝えてほしいのな。で、自分の言葉で伝えて、あ、それいいな、あれいいなと思ったら、それを自分の考えにしていく、そんな感じな。だから要は自分で考えて、そして意見を伝える、そういう力、そういう練習をする場所です。そんな感じな。はい、ということでね、基本的にはどんなことを話してもいいです。いや、座ってるだけでいいんだよ。あ、座ってるだけでもおかっちの声届いてるでしょ、かなえちゃんな。届いてるよ。そう、だから座っておかっちの声を聞いたらいい。みんなの意見を聞いてるだけでも OK。 無理して早く手挙げなくてもいいからね。はい、ということで哲学のルールです。今日は3つね、みんな
なが楽しく、みんなで楽しくお話しする、そのために3つだけお約束を持ってきました。まず1つ目、はい、手を挙げて意見を言う。だってな、みんなが同時に言ったらおかち分かるで、案外分かんねえけど、やっぱりみんな分からへんやん。だから、はい、手を挙げて言ってください。で、手を挙げて、で、このマイマイさんがね、マイクとこれを持っていくので、これを持ってる人がお話しするが、じゃあこれを持っていない人は何するの？正解、そうです、話を聞く、座って話を聞く。そうなんです、ここの場所は自分の意見を伝える、話すだけじゃなくて相手の話を聞くっていう練習、それも練習する場所なんだよね。話をする、そして話を聞く、そして3つ目、自分の考えていることを言う。これ正解とか間違ってることないから、お父さんが言っていたとかお母さんが言っていたとか先生が言っていたとかではなくて、今の自分、その頭で考えて思ってることを言ったらいいのかな。これ正解とかないからね。はい、で、座って聞いてるだけでも OK です。じゃあこの3つのルール、守れる人手を挙げてください。守れる人だけ今日は参加できます。はい、ありがとう。はい、じゃあね、早速始めていきたいんだけど、あっという間やな。じゃあちょっと音楽を小さくして、ミュージックをシューって小さくしてね。はい、みんなおかっち初めてやから簡単におかっちの話しようかな。おかっちね、大型、血液型で、大型の人手挙げて。あ、大型結構いる、大型いる、ありがとう。じゃあ A 型の人手挙げて。あー、あゆみちゃんな、あゆみちゃん。 B 型、あ、B 型。じゃあ AB 型、あと何型あったっけ、全部言った、おかっち大丈夫。はい、ありがとう。じゃあおかっちはね、大阪に生まれて、大阪知ってる、みんな知ってるわな、行ったことある。そう、おかっちも行ったことある、大阪に生まれて大阪に育った、おばあちゃんちが大阪。じゃあ大阪で生まれたって人いる、それいるかな。おいしいの、大阪で生まれたな、大阪で生まれたんだ、友達やん、友達やん。じゃあ和歌山で生まれた人、あ、和歌山で生まれたのが多いな。じゃあ大阪でも和歌山でもない全然違うところで生まれたって人いる。はーい、1人。ちなみにどこですか。どこ、岡山な、岡山な、ありがとうございます、岡山ね。じゃあ今ね、みんな小学生やね、小学生手挙げて、小学生かな。はい、ありがとう。じゃあ1年生手挙げてください。1年生、はい、1年生、1、2、3、あ、みんな仲間やね、1年生。はい、あれ下ろして、じゃあ2年生手挙げて。あ、2年生1人、はい、じゃあ3年生は、3年生1人、4年生は、あ、4年生2人、5年生、はい、6年生、はい、1人、で、それ以外はいないな。はい、ありがとうございます、そんな感じね。じゃあおかっちが大好きなものは、実はね、言ってなかったけど、カレーライス。カレーライスが好きな人手挙げて、昨日食べた。カレーライス好きな人多いな、ありがとう、下ろして。じゃあもう一つ好きなやつがあるんだよ、マッチ。実はみんな、スシローって知ってる？え、くら寿司って知ってる？あ、マーベル座ってるやん。座ってたらどんどん美味しいやつがどんどん流れてくるねん。で、注文したらなんかジェット機みたいな感じでピューってきてね、ピューってきてやってくるねん。あれおかちめっちゃ好きで、スシロー、あの、くら寿司かな。ということで、寿司好きな人手挙げて。あ、寿司多いな。じゃあこれね、究極の選択、おかち、これおかち自身が答えが出ないこと、いいね、言ってね。カレーライスが好きか、それともお寿司が好きか、どっちが好きですか。カレーライスと寿司は、ちょっと考えるだけでも無理やわ。どうやろみんな、答え出てあったかな。カレーライスか寿司、どっちが好きかな。いくよ、じゃあカレーライスが好きな人手挙げて。はい、じゃあカレーよりも寿司が好きな人、はい、ありがとう、手を下ろしてください。お寿司好きか、おかちも一緒やん。おかちもお寿司大好きです。はい、ということでおかちのことちょっと分かってくれたかな。おかっちは大型で、大阪生まれ、大阪育ち、そして今和歌山に住んでます。そしてあちらに座ってるゆうかちゃん、ゆうかちゃんと結婚しましたね。ゆうかちゃんはおかっちの奥さんですね。毎日朝散歩してます、あの木の川のところをね、朝散歩してます。で、普段はさっき言った学校っていうか習い事の先生みたいな。みんな習い事やってる？やってるやろ。あんな感じ、なんか習い事の学校やってんねん。ダンスやったり、バスケやったり、英語やったり、ヨガやったり、将棋やったり、そういう習い事の学校の先生をやってます。そしておかっち実はね、この前本を書きましたね。作家でもあります。本ってわかる？これね、下の本屋さんでもうちょっとしたら発売されると思うけど、これ闇抜く子と涙す子の習慣っていう本を書きました。つまりおかっちは作家です、ね、作家。そんな感じで、私はいろんなことをやってます。ということでね、今日はね、子供哲学をやっていきたいんだけど、
早速やっていくよ。早速やっていくよ。どこから行こうかな。おっ、くよ。何してるの、何してるの。友達を感じるな。友達結構多いね、友達な。どうしようかな。あ、それみんな夏休みって言ってたやんか。じゃあ夏休みが好きだって言ってたんで、夏休み好き。じゃあ夏休みがあんまり好きじゃないって言ってたやんけ。はい、ありがとう。じゃあ夏休みが好きって人はなんで好きなので、夏休みが嫌いって人はなんで嫌いなの。手を挙げてください。はい、じゃあ出てってください。はい、じゃあゆきちゃん。私が夏休みが好きな理由は、好きな理由はなんかいろんなことにチャレンジできるから。ほうほうほう、ありがとう。いろんなことにチャレンジできるから。はい、どんどん行きましょう。はい、ゆうこちゃん。みんなも自分の考え考えておいてね。今の間好きな理由は、学校に行かず、なんか好きなことできるから。学校に行かずに好きなことができるから。ありがとう、どんどん行こう。はい、わかる。はい、じゃあスルシュスケ。ゆいこちゃんと一緒。あ、一緒か。一緒ですね。好きなことできるから。はい、他には。重剣って言って、あるからな、あるからな。自由研究があるから、両方だったら。ありがとう。自由研究があるから。他には。はい、じゃあ私が夏休みが嫌いな理由は、宿題が多いからです。なるほど、宿題が多いから嫌い。ありがとう。はい、どうだろう、どっち。楽しいな。はい、ありがとうございます。だこれ夏休み好きなのにも理由があって、夏休みが嫌いなのにも理由があるね。宿題が多いからとかね。で、宿題が多いのはみんな OK な。てか、おかっちのね、友達、学校の先生いるんよ。学校の先生がいるんやけど、その先生は学校の宿題をなくそうって言ってんの。だって学校の宿題ない方が自由に遊べへん。そっちの方がよくない？宿題なんかいらんやん。うん、宿題なんかいらんと思ってやるね。はい、じゃあ宿題があった方がいいと思う人いるの。あ、ありがとう、ありがとうな。はい、じゃあマイマイはどう思う。だってマイマイが小学校の先生になるわけやから、小学校の先生として宿題があった方がいいのかなかった方がいいのかどう思う。うん、そうやな、宿題はあった方がいいと思います。おお、なんでなんでなんで、ね。漢字書いたりとか計算とかじゃないよ。夏休みの宿題って自由研究やったり、ちょっと書道を書いたり、絵書いたり、なんかいろんな、あれ、夏休みの宿題ってなんかいつもと違うかな。なんかそれって面白いって前々めっちゃ思ったんよ。なるほど、いつもと違うから面白いな。そう、普通の宿題の話は、普通の宿題は、毎日の宿題は、まあ毎日ちょっとだけでもやった方がいいと思います。あった方がいい。どう今の。今の意見反対の人いる？宿題やった方がいいって言ってんねん。みんなどう、宿題なんかない方がいいと思う人意見ある？どうだろう。あれ、みんな宿題あった方がいい。変わった、意見変わった。あれ、ゆうこちゃんどっち、宿題はあった方がいい、あった方がいい、あった方がいいの。あ、じゃあもう一回聞くの。宿題あった方がいいと思う人、あれ増えたな、一気に変わったな、みんな。あ、でもね、ここは OK、 自分の意見が変わるのも OK なんですね。 OK。 じゃあ、なんで変わったの、なんで変わったか理由言える人いる？はい、じゃあ出てください。うん、一気にたくさんだったら、大変だけど、うん、そんな大変じゃない。そしてワクワクする宿題もあるんだ。だから好きなんだってさ。はい、この学校ではお祭りっていうやつを守って、お祭りっていうそのやつを守ったらいいってその学校でも言われてます。ほう、でも宿題もあった方がいいか、あった方がいいかな。はい、他は意見ある？あ、みんな宿題あった方がいいかな。でもな、おかち思うねん。おかち小学校の時塾行ってたんよ。塾行ってたから学校の、学校で習うこと全部分かってて、学校の算数とか国語とか理科の社会だって塾で習ってるもん。
でも分かってる漢字をなんかノートに10個ぐらい書かなあかんやん、知ってる漢字を。もう覚えてんねんね。覚えてる漢字をなんか10個ぐらいが、何なんこれ。それやったら覚えていない新しい漢字を僕は学びたいと思ってた。でも学校ではおかっちが知ってる宿題ばっかりやって、なんでこんな宿題やらなあかんねんと思ったんよ。だからみんなが同じ宿題じゃなくて、一人一人違う宿題の方がええんちゃうかと思ったんよ。だって分かってることを10回書く必要あるかな。どうなの、みんな意見ある？はい、じゃあ誰か挙げてってよ。はい、じゃあ挙げてるよ。違う宿題だったら、うん、みんなそうじゃないでとかあるから、うん、いいんじゃないかと思ってます。みんなそうじゃないと思うからいいかなと思ったな。他にもある？はい、じゃあ挙げてください。聞いてるだけでもいいかな。どう、うん、
どうでしょう、他には。はい、じゃあ、なほちゃん。私が校長先生になったら、1週間に1回、なんか遠足とかに行ける人になりたい。おお、それなんで、なんで。なんか、ずっと授業ばっかりやったら、しんどいし、疲れてくるから、たまに遊べる日を作りたいと思う。なるほど、ずっと授業で、ね、座ってるだけやと思んない。だから、外へ学校飛び出してな、遠足とか行ってくるのがええんちゃうかっていう意見な。はい、ありがとう。他にはどうだろう。はい、じゃあ、当ててあげるで。あのね、校長先生になったらね、どうする？おもちゃね、子たちにね、見せたい。あ、見せたいの？見せたいんだよな。うん、気持ちあるのな。あー、なるほど。そうすると、どんな気持ちになる？金ちゃん、嬉しい。嬉しい気持ちになる。だから校長先生になって、子供たちを喜ばせてあげたい、そういうことかい？そういうことだな。はい、ありがとう。はい、ということで、で本来やりたかったこともあったんだけど、あ、じゃあ一つやろうかな、一つやろうかな。みんなこの本知ってるかな。はい、じゃん。この本多分ここにもあると思います。この市民図書館にもあるんだけど、この本ね、読んでるだけでも一人で哲学できるめちゃくちゃ面白い本だ。今日はその中から一つだけ哲学したいと思います。今まで書いてね。はい、じゃあ、思ったことはどんなことでも口にしていいの？わかる？思ったこと、自分が頭の中で思ったことはどんなことでも言っていいの？どうだろう？みんなどう思う？まず聞いてみよう。思ったことはどんなことでも言っていいと思う人、手を挙げてください。あれ、いないよ。じゃあ、どんなことでも言ってはダメだと思う人、手を挙げてください。え、なんでだろうな、教えてほしいな。わかる人いる？今手を挙げた人。はい、じゃあ、ゆうこちゃん。なるほど、テストとかでみんな集中してやってるやん。そこでぺちゃくちゃ話してたり、おかちめてみたり、歌を歌ったらうるさくて集中できへん、そういうことな。はい、他には？はい、当ててください。そうなことだ、忘れた。いいよいいよ、パスでもいいからな。はい、バイバイ、パス。はい、どうでしょうか。はい、どんどん行って。どう、花草
直した方がいい、外し、な、取った方がいいと思うな。はい、ありがとう。他はどうだろう。はい、じゃあ最後に見せましょうかな。はい、そのまま行ったらこっちが恥をかくから、それは言ってました。なるほど。だから鼻くそついてるって、ついてるでって言われたらおかち正直悲しい気持ちになんねん。でもやろ、だけど、だけどおかちのことを考えたら後々恥をかく、そのまま社長さんに会ったらな、あ、俺鼻くそついてる人と話したくないって言って仕事がダメになるかもしれんな。そうなってはいけない。おかちのことを考えたら悲しいことでも辛いことでも、もしかしたら傷つくことでも言わなあかんことってあるのかもしれない。そういうこと、もしかしたら。はい、じゃあ戻ってくださいね。はい、ということでね、もっともっと話したかったんだけど30分あっという間にね。今日は、3つぐらいみんなとお話ししたのかな。子ども哲学をしました。子ども哲学っていうのは普段あんまり考えないようなこと、なんでだろうって考えて、考えたらはい、手を挙げて自分の言葉で発表する。で、他の人が発表しているのをちゃんとお話を聞く。それが子ども哲学ってことだね。哲学って何？そして校長先生になったらどんなことがしたいとかね、思ったことはどんなことでも言っていいのとか、これ正解ないの。あ、友達が悲しいことはあんまり言わない方がいいかもしれないけど、もしかしたら言わないといけないことがあるかもしれないね。言わなかったら気づかへんや、間違いだな。だから伝えないといけないこともある。だから何が正解なんだろうっていうのは、これから先学校でも学校卒業してもみんな自分の言葉で頭で考えてください。ということで今日は以上です。はい、じゃあ皆さんスタンド立ってください。